当期の昼間のサンタクロース村の様子。北極線上にあるため当時頃は極夜となっている。サンタクロース村内を横切る北極線。サンタクロース郵便局下記のサンタクロース村。下し頃は白夜となる。サンタクロース村はフィンランドのロバニエミシ近郊にある。サンタクロース村はラップランドのフィンランド国内部分にあたるラッピ州にあり、州と ロバニエミシ中心街から北東へ8トル離れた北極線上にある。一方、サンタクロースは、サンタクロース村から北へ3 0 0トル離れたコルバトゥントゥリの山中で、サンタクロースの手伝いをする妖精のトントゥと一緒に住んでいる。サンタクロース村には、サンタクロースオフィス、サンタクロース郵便局、クリスマスグッズの店などが建てられており、毎年、 世界中から何十万人もの人々が訪れる。サンタクロース村では毎日サンタクロースに会うことができ、記念撮影も可能。また、サンタクロース郵便局では事前に申し込むとエアメールでクリスマス前にサンタクロースから手紙が届く。サンタクロース村への観光客の多くはイギリス、ドイツ、ロシア、フランス、アイルランド。 中国、日本、インドなどの国出身である。近年、アメリカ合衆国からやってくるアメリカ人が著しい伸びを見せ、2005年には4.7%を占めるまでになった。クリスマスシティネットワークは2005年11月にサンタクロース村に新たに設置されたサンタミュージアムの開館式に参加したクリスマスと関連する以下の7つの都市等により結成された。 仙台市の場合は、表向きは仙台港のページェントにおけるサンタパレードとの関連により参加したのだが、同2005年3月に同市青葉区に開館した仙台フィンランド健康福祉センターとの関連もある。ヘルシンキバンター国際空港からの国内線でのアクセスが主で、フィンエア、ノルウェーエアシャトルがロバニエミ空港へ就航しているほか、国際線ではロンドン、 ガトウィックへ、ノルウェーやシャトルが、イスタンブールへ、ターキッシュエアラインズが就航している。ありがとうございます。